どうも、ひふいです。今回は、ハロプロのグッズについて紹介したいと思います。これまでたくさんの謎グッズを生み出してきたハロープロジェクトオフィシャルショップ。しかし近年、クオリティが爆上がり、驚きの変化を見せています。そんな今回は、ハロショで過去に販売された意味不明なグッズの紹介と、最新の神グッズについてお話ししていきます。原宿店を皮切りに営業開始、24年の歴史を持つハロプログッズの直営店。主要商品はメンバーの生写真ですが、頻繁に謎グッズを生み出し、ネットをざわつかせてきました。まずは、ドアに挟むやつ。2012年発売、ハロショの福袋に入っていた謎グッズ。使い道がわからず、とりあえずドアに挟むオタクが続出。略して DHY と名付けられ、FSK 呼びの由来となったことでも有名です。続いて、四字豆皿。メンバーの好きな四字熟語が書いてある直径7センチの謎の豆皿。想像以上に小さく、使い道も不明。攻めすぎた価格も含め、伝説となっている謎グッズです。そして、コレクション漢字一文字缶バッジ。メンバーの漢字一文字が印字されているコレクションアイテム。全343種類と、コンプリートはまず不可能。なぜか後にローマ字、ひらがなバージョンでリメイクもされました。このように用途が不明で無駄に高いことでおなじみのハロショでしたが、今年に入りグッズのクオリティが激変。現在販売中の紙商品を3つ紹介します。まずは証明写真風ステッカー。好きな場所に貼ったりスマホケースに入れたりできる紙グッズ。300円というお手頃な価格もあり大人気。店舗では速完し話題を集めました。続いて、丸わかりプロフィール帳。学生時代に流行ったプロフィール帳を再現。購入するまで中身がわからない作りも素晴らしく、オタクの心に突き刺さります。最後は三連ステッカー。スマホケースにぴったり入るおしゃれなステッカー。現在リサチとさくらちのみの販売ですが、全メンバー分出してほしいとの声も多い商品です。開発者が変わったのかと思うレベルで激変したハロショの商品。今後もこの路線を継続していってほしいです。皆さんの思い出に残っているハロショのグッズについてもコメント欄で教えていただけると嬉しいです。ではここまでご視聴いただきありがとうございました。今後もこういった動画を投稿していきますので、よければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。では、バイビー。